キテレツ、大百科キテレツ、大百科、キテレツ大百科は、藤子、F、藤尾の漫画、キテレツ大百科を原作としたテレビアニメ作品。藤子アニメ作品として、フジテレビ系列では、初となる作品で、1987年11月2日に90分の単発のテレビスペシャル版として放送された。翌1988年3月27日から、 ほぼ同一のスタッフ、キャストで毎週日曜19時からテレビシリーズがスペシャル版と同じく富士テレビ系で放送され、1996年6月9日の終了まで8年間にわたる長期放送となった。テレビアニメ化に合わせてリメイク漫画の新規テレツ大百科が田中同盟の執筆によって月刊コロ,コロコロコミックで1988年5月号から、 連載を開始した。最高視聴率は1994年1月16日放送の25.7%。原作連載期間は3年間かつ掲載誌も月刊誌であったため話数が少なく、アニメ版はほとんどがオリジナルストーリーである。同じ藤子、F、藤尾の作品で毎回不思議な道具を使った物語が展開するという点で、 ストーリー的に似通っているドラえもんとの差別化を図る試みが続けられた。原作通りに時間軸が止まっているのではなく、国際下と緑の博覧会などバブル景気に湧く日本社会やクイズ番組の出演をテーマとしたエピソードなど、放送当時の世相を反映した内容が描かれている。大部分の脚本を執筆した雪室俊一の影響力も強く、オリジナルエピソードのほとんどは、 ブタゴリラとその家族、トンガリを中心にしたものが多い。原作とアニメではキャラクターデザインが若干異なるが、アニメ化にあたり新たに藤子がアニメ用のデザインを描き下ろした。そのため、本作にはキャラクターデザインの担当者が存在せず、各話のゲストキャラクターデザインは創作画監督が担当した。なお、藤子のデザインは藤子 F。 富士尾大全州の2巻の巻末に収録されている。キテレツたちが住む氷屋町は架空となっているが、西武鉄道の車両が多く登場し、ストムさんの通学先が高尾大学で293話で、近未来都市として多摩センターに赴もむき330話で登場する橋の名称が新多摩多摩大橋で、一戸建ての住宅街と商店街が形成されているなどから、 玉をモチーフととしていることが伺えるこがえドラえもんとは異なり、リカーリング人物である太鼓や五月、雪等が遠方に移住する要素があるため、大百科で作った発明品や車、鉄道等でタイムスリップを伴わずに遠出するエピソードが複数存在。そのうち、上越新幹線、北斗星、山形新幹線などに乗り込むエピソードで、 写実的なのはその乗り物と目的地である仙台や新潟、札幌等の大まかな風景のみであり、キテレツが操るパソコンをはじめ、ゲームボーイやミニ四駆といった放送当時に流行したアイテムも多く描かれている。放送中期まではキテレツが作った発明品が中心となって巻き起こるエピソードとゲストキャラクターが中心人物となり陰で発明品を使って、 ストーリーが展開する人情ドラマ仕立てのエピソードが互いに作られていたが、末期に入ると豚ゴリラや熊チの天然ボケととんがりのヒステリックな性格描写が強まるようになり、彼らが発端となって展開されるドタバタ、陳騒動的なエピソードも多かった。1993年頃までは本放送のヒッチハイクとして電気事業連合会が本作とタイアップした。 テレビ CM を流し、放送休止の日にも流されていた。改変期特番、7月の大型特別番組、FNS27 時間テレビプロ野球中継のため、放送休止になることがたびたびあり、1995年11月のフジテレビに至っては、ロミオの青い空と共に一度も放送されなかった。放送終了後、 富士テレビにて1997年から2000年3月までローカル枠で断続的に再放送された。それ以降、番組購入ながら独立有局を中心としたローカル局やアニマックスでテレビシリーズの再放送が行われているが予告映像は一部の回やアニマックスの話数順での放送のみに止まっている。2015年には HD 解像度でテレシネイされた。 デジタルリマスター版として6月18日よりアニマックスで改めて1話から放送開始した。話数が長大であり、全話のビデオソフト化が実現したのは2003年で、それ以前は1990年頃に小学館から発売された VHS パッケージが最新だった。2010年7月10日から Wii の間、シアターの間で第一回は無料、以後は 有料で配信されていた。以下、制作者側のコメントを要約したもの。詳細については、それぞれのリンク先を参照。藤子アニメの中では、規定列が一番好きで、毎週欠かさず見ています。藤子、F、藤尾、アニマックス公式サイト藤子さんからは、制作についての注文はなく、またクレーム等も、一切ありませんでした。短い原作をよく長く作ってくれた。 と、満足していただいていました。雪室俊一、雪室俊一インタビューアニメ版は放送開始から6年を経た1994年春に終了が一旦決定し、同年初頭の時点で最終回である、愛のフィナーレ、さよならコロスケ大百科が制作、完成している。しかしあと番組が決定せず、結局は、 あと番組の体制が整うまで適宜延長するという代用が取られた。結局5番組となる、こちら、葛飾区亀有公園前発出所の制作が決定したのは1996年初頭のことで、同作が放送開始となる同年6月まで、規定列大百科は2年以上もの間、放送延長するという異例の事態となった。放送は、 こちかの放送が九百九十六年初夏と決定したことからすでに完成していた最終話を含めて全三百三十二話と調整九百九十六年六月十六日終了の予定だった。しかし終了直前五月二十六日放送分の枠にバレーボール女子アトランタオリンピック世界最終予選の中継が入ることが決まったことから 6月2日、放送予定だった実質的な最後の制作話、ルルル。未知からのメッセージが制作途中で中止されて、お蔵入りになり、スタッフは、こち亀の制作に移行した。そして1週間繰り上げて6月9日に2年前に、完成していた最終回が放送され、アニメ版は8年3ヶ月の放送にピリオドを打った。脚本の雪室俊一は、 もう半年は続けるつもりでいたので、消化不良だったと語っている。朝日通信社企画スタッフの片岡義郎は、終了に際して、原作者の藤子 F、藤尾の元へ報告に行った際、ご番組候補を聞かれた片岡が、こち亀ですと答えると、それは良いですねと答えたという。その約3ヶ月後、藤子 F、藤尾は成去した。 原作では、ママの手違いで大百科がゴミに出されて、くまなく探したものの、焼却され灰になってしまったのを機に、今度は、自分が、発明品を考えていく番だとキテレツが自覚する、ところで終了するが、アニメ版では、以下のように大きく変更された。大百科が空き巣に盗まれ、空き巣の男が大百科をゴミ収集車に投げ入れていた、ことを、熊八から聞き、愕然とするキテレツ。 その後、キテレツ時に大百科をもらうために、過去の世界へ行き、キテレツは、キテレツ時と出会う。その際コロスケが、キテレツ時の亡き息子をモデルに設計されたという事実が判明する。結果としてコロスケは、過去に残って、キテレツ時と共に暮らす決心をするという、原作にはなかった、キテレツとコロスケの別れという展開が描かれた。なお、キテレツが、今度は、 自分が発明品を考えていく番だと自覚する部分は原作とほぼ一緒である。なお、初期のアニメエピソードで、キテレツが大百科のデータは全てパソコンに入れてあると言っているエピソードがあるが、一度パソコンのデータを誤って消去したことがあり、それ以降データを入力したという描写はない。 1988年、1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、系列は放送終了時点のもの。キティフルム市会社の5ースがビデオ加減を獲得し、1988年から、 最終話までの前話が2003年5月から2004年にかけてビデオソフト化された。また、それに先駆けて2002年11月から、より抜き規定列大百科のタイトルで VHS ソフトも発売されている。なお、いずれも映像の修繕はほぼなされていない。1987年のテレビスペシャルは、現在未 d VD 化である。2010年に、富士子 F、 富士オミュージアム開業記念企画として発売された富士コ、F 富士オ TV アニメアーカイブスシリーズにエリ抜き形式で収録されている。ありがとうございます。